三等会議杉本明穂です。出身は京都府宇治田原町です。私が初めて、自衛隊という組織を知ったのが中学の頃で、東日本大震災のニュースを見て自衛隊という組織を知って、すごいかっこいいなと思って憧れたのが始まりです。大学生になって就職っていうのを考えた時に、なんか人の役に立つ仕事がしたいなと思って、自衛隊を志望しました。私すごい運動が苦手で、全然腕立てとかもできなくて、あまり泳ぎも得意ではなかったので、教務の終わった後とかにちょっとホビー訓練で水泳に行ったりとか、運動腕立ての訓練したりとかっていうのをやってる時期があって、それはすごいなんか毎日体が痛くてすごい辛かった思い出があります。でも教官にすごい丁寧に教えていただいたおかげで、ある程度できるようになって今すごく感謝しています。楽しかったのはやはり競技会で、私も運動は苦手だったんですけど、その分隊のメンバーのみんなと一つの目標に向かって毎日こう厳しい訓練だとか練習とかを繰り返していって、最後なんか達成感、こう勝った時とかのこう達成感っていうのを得られた時に、すごいしんどかったけどすごい楽しかったなっていう思い出がいっぱい残っていて、それはすごい楽しかったです。はい、やっぱり初めは、防衛大学校で4年間生活してきた人の方が要領だったり、生活のこうリズムとか、知識とかっていう面ではやはりこう差があって、ちょっとついていけるかなって最初は不安になるんですけど、その防衛の方もすごい丁寧に教えてくれますし、で一緒に毎日生活していく中でなんか慣れていって、最後の方に、卒業っていう3ヶ月ぐらいですかね、した頃には、防衛卒も一般大卒も変わらずに一緒に生活、同じ水準で生活できるようになっていると思います。官邸勤務のいいところはいろいろなところに行けることだと思います。普通の企業でこう仕事してると絶対に行けないような、私の時の遠洋練習航海だと北極圏だったり、普通の仕事をしていたら絶対に行けない貴重な経験ができるような場所に行って、こう自分の人生の糧とすることができるっていうのが魅力だと思います。また、船で勤務している人数っていうのも結構、少人数で限られているので、その一人一人にこう役割というか責任があって、一つ一つの仕事をやっていく上で自分で責任感を持って、仕事に取り組んでいけるっていうのが魅力だと思います。一番はあまりちょっと携帯の電波とかがあまり通じないところで、家族メールとかはあるんですけど、やっぱりそれでも通信できる時間とかってこう機会は限られていて、やっぱり航海長い間出てると家族だったり友達だったりとかとあまり連絡取れないっていうのが私的にはちょっとイマイチなところです。船に憧れて入ってきたので、将来艦長になりたいなと思っています。一般大学校からこう入る人はやっぱり防衛大学校卒業の人とかがいて、でこう周りから見てこうどういう仕事をしているのかっていうのはあまりイメージができなくて、しんどいんじゃないかなとかついていけないんじゃないかなって思うところがあるとは思うんですけど、もう自分のレベルだったりとか自分できないところとかもすごいいろんな人がサポートしてくれて、一歩一歩進んでいって自衛官として成長していける場でもありますし、で一般大学校卒業だからとか女性だからって言って別にアドバンテージがあるわけじゃなくて、みんなと同じスタートラインに立って仕事がしていける場だと思うので、興味がある人は一歩踏み出して採用試験に挑んでいってもらいたいと思います。